おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年9月1日です。はい、9月と言ってますけれども、もうなんと1年の3分の2を過ぎてしまいました。ただ私にとってはですね、この暑さを和らぐこの時期はね、とてもホッとできる瞬間であります。ということで、今日お伝えしますのが、それでもまだ先月の記事、8月30日の記事なんですけども、こちらはこのチャンネルの、記録としても残しておきたいと思う記事でしたので、お届けしたいと思います。はい、こちらのタイトルにケニアと書かれていますけれども、アフリカのケニアですね。カルダノにとってはこのアフリカでの事業というのはね、もう肝となる部分といってもいいものですので、はい、こちらの記事をお伝えしたいと思いました。カルダーナ joins $11 million investment round in Kenya fintech company to change microfinance around world というのが、この記事のタイトルになっています。そしてですね、これは何を言っているのかと言いますと、その前にですね、記事、それほど長い記事ではありませんのでね、でも、それなりに充実した内容になっていますので、はい、お付き合いくださると嬉しいです。ということで、はい、この記事の、じゃタイトルから早速日本語に入っていきましょう。カルダノが世界のマイクロファイナンスを変えるケニアのフィンテック企業への1100万ドルの投資ラウンドに参画ということで、8月30日の記事になっています。で、こちらのね、記者のユーリさんという方が、カルダノと複数の投資ファンドがケニアに拠点を置くこのフィンテック企業を支援するために1100万ドルを割り当てましたということで、1100万ドルっていうのはカルダノだけで融資したわけではないんですけども、投資したわけではないんですけども、特にね、カルダノを中心に扱ってくださっているのがこの記事であり、後でちょっとご紹介もしますけれどもね、やっぱりカルダノが重要な位置にいるんだなということがね、分かってきますので、はい、では先に、進んでいきましょう。免責事項。ここに記載された見解は投資アドバイスではなく情報提供のみを目的としています。また、必ずしもユートデイの意見を反映したものではありません。あらゆる投資や取引にはリスクが伴うため、意思決定の前に必ずご自身で調査をお願いします。失っては困るお金を投資することはお勧めしません、というふうに書かれています。では、こちらの記事の内容を3つに、こちらにまとめられています。で、1つ目がカルダノがアフリカのフィンテックを支援。で、2つ目がアフリカに開かれたマイクロファイナンスの広大な市場ということでね、アフリカにもう土地だけ、土地を考えただけでも広大ですからね、そこにこのマイクロファイナンスというものをこれから展開していくというわけです。市場は大きいですよということですね。で、ペゼー社、今回投資した会社ですね、ペゼー社への支援はカルダノにとって重要なマイルストーンということで、はい、まとめられています。では、先に進みましょう。チャールズ・ホスキンソン氏はツイッターで、同氏が率いるカルダノの開発会社 IOG がアフリカのケニアに拠点を置くフィンテック企業ペゼー社を支援するために1100万ドルの投資ラウンドに参加したことを明らかにした。同氏は世界中のマイクロファイナンスの分野を向上させるというこの企業の使命を支援することを嬉しく思うと述べている。ということで、チャールズさんのツイートがですね、はい、こちらに、はい、取り上げられています。はい、じゃあ、チャールズさんのツイートですね。ヒルダさんは、ヒルダさんというのはこのペゼー社という今回の投資先ですね、この会社の、代表の方ですね。ヒルダさんはアフリカの偉大な起業家の一人であり、世界中のマイクロファイナンスを変えるというペゼー社の使命のため、ヒルダさんを支援できることを嬉しく思います、というふうにチャールズさんが言っています。で、その前にですね、ヒルダさんがIOHK のことをね、IOG、もしくは IOHK のことをこのようにね、紹介してくださってるんですね。で、ヒルダ・モラーさんのツイートということで、この方は投資先のペゼー社の、代表の方ですね。で、この度のご出資に深く感謝いたします。現行のプレシリーズ A ラウンドでの1100万ドルの支援につき、IOHK のチャールズさんからのご出資を受け、大変嬉しく思っています。私たちが IOHK と手を組んで、アフリカの中小企業向けに組み込み型金融オペレーティングシステムを構築できるなら将来は有望ですというふうにね、言ってくださってるんですよね。だから IOHK と手を組めればね、もう本当にこの先が明るいと思えるというふうにこの方は言ってくださっています。はい。で、カルダノがアフリカのフィンテックを支援。テックチャークランチによれば、これはアメリカの
ブログサイトっていうんでしょうかね。まあ、一つのメディアなんですけれども、はい。テッククランチによれば、ペゼ社に対する1100万ドルの投資ラウンドについては、IOG とウェメンズ・ワールド・バンキング・キャピタル・パートナーズ・2ファンドがリードする形となった。ということで、まあ、今回ね、カルダの IOG だけでなく、他のファンドもこう参画してるんですね。で、代表的な2つのこう団体を、まあ、企業もしくは団体を取り上げてくださってて、その中に IOG が入っていると、それとウェメンズ・ワールド・バンキング・キャピタル・パートナーズ・2ファンドが入っているということですね。で、このフィンテック企業は、今回実施したプレシリーズへのイクイティデッドの後、他のアフリカ国であるナイジェリア、ルワンダ及びフランス語圏のアフリカに展開する意向とのことであるということで、まあ、イクイティデッドってね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、私はね、何だろうと思ったんですね。これは、まあ、融資するって言っても、まあ、返す、いずれはこう返さなきゃならないものなんです。まあ、出資にこの2種類あるとすれば、その出資した方に返さなくてもいいものと、返さなければいけないものがあるんですけども、デッドっていうのは、負債とか借金という意味ですので、これは、いずれ返さなきゃいけないものらしいんですね。はい。で、それを展開した後に、他の、まあ、ナイジェリアとかルワンダ、フランス語圏のアフリカにもこう展開していく予定であると。で、この情報筋によれば、500万ドルは、タラントンファンドと、ワーダントキャピタルスペシャリストファンドが投資したとのことだ。残りの600万ドルは IOG といくつかの投資ファンドから受けたものであるというふうに言っています。なので、まあ、この600万ドルについては IOG とというふうにね、名前が挙げられているので、まあ、主にこの、まあ、この融資というか、投資をこうリードしてくれている、まあ、企業の一つとして挙げてくださっています。ペゼ社は融資会社で、デジタル融資に向けて独自のスケーラブルなインフラを構築し、アフリカ諸国の中小企業へのマイクロ融資を提供する現地の金融機関を誘致しているということですね。はい。で、アフリカに開かれたマイクロファイナンスの広大な市場。モラー氏は、これはこの方はな、ヒルダ・モラーさんですね。はい、この方のことを言っています。モラー氏は、アフリカの中小企業が直面している運転資金に関する問題を解決する機会はたくさんあると述べた。すいません、途中に、とりわけペゼー社は、企業家による質の高い責任ある資金の借り入れを保証しているということで、今ちょっとね、思ったんですけど、もうちょっとイメージをね、持ってもらった方がいいかなと思って、このヒルダさんという方はちょっとこちら展開していきますと、展開しないですね。はい。この方がいいかな。はい。ヒルダさんという方はね、はい。こちらの方ですね。こちらの方が本当にね、IHK と手を組んで、これからね、やっていけることが、こう、嬉しいと、そのように言っているわけです。はい。で、はい。では、記事先に行ってみましょう。ペゼ社のパートナー企業は、自社の信用スコアリング API を統合し、顧客がリアルタイムで融資を受けられるようにしている。現在、同社のパートナーは20社を超え、10万社を超える企業に融資している。2022年末までにはもう10社がこの融資インフラへの統合に向けて待機しているため、その数はさらに増えることが予想される。この事業の拡大後は、中小企業が1年以内の返済予定で手頃な金利で1万ドルまでを借りることができるようになる。モーラー氏は将来年間1億ドルの融資をするため、国内外の新しい金融企業、個人富裕層やディファイプラットフォームとの協業を開始する意向であるということで、そのディファイプラットフォーム、これがね、カルダノに当たるわけですね。国内外の新しい金融企業、個人富裕層、ディファイプラットフォーム、もう全体にね、この金融業界をこう網羅するという形でね、これから事業を拡大していきたいという感じですね。はい。で、ペゼ社への支援はカルダノにとって重要なマイルストーン。テッククランチによれば、チャールズ・ホスキンソン氏は暗号通貨と DLT 全体の主な目標である経済の成長と雇用の創出を支援するために、開発途上国への金融の流れを起こしていることから、ペゼ社への投資はカルダノにとって大きなマイルストーンであると考えている。ということで、はい、もう元々ね、そういう構想があるわけですね。特にアフリカの、金融をね、こう、
金融をこう拡大させていくというんでしょうか、発展させていく、そういうことをもう何年も前からね、そういうことに取り組んでいますので、今回のペゼ社への投資っていうのはね、本当に思いつきではなく、本当にその中のこの一部としてね、重要なマイルストーンになるというふうにね、考えているというわけです。で、カルダノにとって世界中の人々がもっと簡単に融資を受けられるようにし、規制に基づいて融資を提供できることが極めて重要なのだ。現在同社はカルダノのアフリカへの投資を一つの功績と考えている。先ほどペゼ社とカルダノが連携し、アフリカで分散型金融オペレーティングシステムを構築したことが発表されたということで、まあ、ツイートでもこのように発表されているんですけれども、このね、ヒルダさんがどのように、このペゼ社という、ね、企業ですね、この方ですね、がどのようにカルダノを見ているかといったら、やっぱり今回の、融資、投資につきましてですね、今回の投資ラウンドについて、カルダノの名前をね、こう挙げてくださっているんですね。ウェブメンスワードバンキングと、それとカルダノですね、の IOG が、主に、主に支援してくれましたよということで、カルダノの名前が挙げられています。そして、まあ、随所随所にいろいろ、カルダノの名前が出てくるんですけども、こちらね、ペゼ社の方たちですね。で、このようにね、図を見てみても、ローカルとグローバルということで、国内外のその、金融機関であるとか、あと個人の富裕層、そしてディファイインベスターズとしては、ね、ここね、カルダノしかね、名前が上がっていないんですね。やっぱり主にこのディファイインベスターズとしては、カルダノがこう、ほぼ一番乗りということなんでしょうかね。とてもこのカルダノね、重要にこう、な、位置にいるとして、こう扱ってくださっているのは、ここにもありますね。扱ってくださっているなということがね、わかる記事になっています。こちらは、このペゼ社から発表された記事になっています。ということでですね、これとともにですね、ワシル・ハードフォークの足音が近づいてまいりました。この記事はちょっとね、翻訳はしていないんですけども、いよいよネットワークのね、最適化に向けて、ちょっともうラストスパートかけていこうよという感じなんですね。で、このバシルハードフォークの一つの基準として、ブロック生成の75%をその最も新しいノードですね、バージョン1.3、5.3でやれるようになって、初めてバシルアップグレードが可能になるというものになっています。そこでですね、プールツールによればですね、プールツールによれば、トゥデイって書いてあるのは、この記事31日、昨日付の記事なんですね。8月31日付ですね。で、トゥデイと書いてありますが、昨日で82%という数値が示されているということは、もうブロック生成はね、その基準である75%を優に超えて、この新しい、最も新しいこのバージョン、ノードバージョンでできるようになっているということなのでね、もういよいよね、近いと思いますね。もう9月にはやっぱりね、このバシルアップグレード、完成し、達成して、達成できたらいいなというふうに思います。できると思いますけれども。ということで、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。